はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第186回でございます。今回テーマがノートは何のために書くのっていうこのテーマでいきます。で、最後に今週のスケジュールと、卒業記念動画についても話しますので、まあ、よかったらね、興味ある方最後まで聞いてみてください。じゃあ行きましょう。で、まあノートをね、今春休み中にこれ今投稿してるんでノート今書かないんですけど、学校の授業でこれぜひね、みんなちょっとお願いがあるんですけど、動画一回止めていただいて、その学校の授業でノートを何のために書くのかっていうのを考えてみてください。そんなに深く考えなくていいから、サクッと。ね、ぜひ考えてみて。で、まあ、これさ、まあ、みんな考えてもらってさ、多分答え、これが正解っていうのはないんだよ。うん、これだよ、みたいな。ないんでね。多分みんな全部が正解だと思うし、逆に言えば全部不正解なんてないと思うんだよ。これに関しては。で、その中で、一つ自分が、まあ、ピックアップして話したいのが、まあ、自分が一番思ってるのは自分のためなんだよね。ざっくり言うとノート何のために書く、自分のために書きます。で、自分のために書くっていうところプラス覚えるために書くんだよね。まあ作業効率を上げるって言い方をするんですけど、自分よく作業効率を上げるため、どういうことかっていうと、まあ結論から言おうか、結論から言ってしまうと、今回何伝えたいかっていうと、学校の授業ノート取りますよね。で、多分特に女の子多いんですけど、その中でも家に帰ってノートをきれいにまとめ直す子もいると思うんですよ。結構学校でさ、自主弁ノートみたいな、1日1ページやってこいお前らみたいなってあるよね。結構学校やってたりするんですけど、そこでノートね、まとめ直してそれで勉強するみたいな方もいらっしゃると思うんですが、そのね、ノートを書くっていう時に書くことを目的にしてしまってはダメなの。きれいに書こうっていうところ。で、これね、難しいこと、ちょっと難しいんですけど、実際ね、ノートなんで書くかっていうと、自分が覚えるために書くんだよ。で、極端な言い方をしてしまった俺、学校の授業でノート取らなくていいと思ってる人なのね。そう。でもダメなんだよ。特に中学生はノート提出あるから書かなきゃいけないんだよ。しかも綺麗に書かなきゃいけないの。汚く書いてたら減点食らうからね。ノート提出通知表で結構さ、高い比重ね、持ってるから、そう、ちゃんと書かなきゃいけないんだけど、板書書き終わるじゃん、先生が。それ、写メ取ってさ、プリントアウトしたらよくねって思ってる人なのね、自分は。なぜなら、だったら、その板書を見ながら先生の話を聞いて、覚えよう、少しでも知識をいっぱいゲットしようって、いう風にやった方が、絶対に勉強の効率って上がるんだよね。書くことに必死で、みんな多分体験あると思うんだよ。先生書くの早いよって、やべ、ノート追いつかねえよ、みたいな。そう。で、全然話聞いてない、みたいな。で、先生がたまにさ、言うんだよ。ちょっとお前らペン止めろ、みたいな。ちょっと前向け、みたいな。ここ大事だから聞けよ、みたいな。いや、聞けよじゃねえよ。まだ終わってねえよ、そこまで、みたいな。書き終わってないから、先生、みたいな。あると思うんですけど、基本的にノートとか、まあ、授業っていう板書もそうですけど、先生が、ね、プロだよ、プロ。プロの先生が大事だと思ってまとめてくれたものなの。つまり、教科書に載ってることをようやく、ね、まとめてくれた、素晴らしい教材のはずなの、ノートっていうのは。だから、それを書く作業をするぐらいだったら、そこで覚えた方がいいじゃん。話を聞いてさ。で、結局ノート最後に残るものってのはその板書を写したものが残るわけでしょ。だったらそれプリントアウトすればいいじゃんって思ってしまうのね。の方が勉強効率上がると思ってて。で、なんでこんな話をしてるかっていうと、学校の授業に関してはさっきも言ったようにノート提出があるからしょうがない。書くしかない。評価に入るから。通知表に入っちゃうからね。でも、例えばそれを綺麗に後で写し直す子いると思います。すごい特に女の子とか綺麗に、ね、書いたりするんだよね。いいんだよ、素敵なことなの。自分にとっては自分で綺麗なノート見るの大好きだから、そう、素敵なことなんだけど、忘れないで、ノートを書くっていうのは綺麗に書くっていうことに意識を持ってかれると作業になります。それは勉強じゃない、作業になっちゃうの。もちろんその作業をすることによって後で勉強効率上がるかもしれないんだけど、文字を書くって疲れるんだよね。で、綺麗に書くってさらに疲れるの。時間も取られるの。だから、綺麗に書こうってそこに意識を持ってかれちゃうと、綺麗に書けるんだけど、じゃあ何覚えたのって言われた時に、えってなるんだよね。1時間かけてノート書きました。えって。そう。今日何覚えた、何勉強したって。ああ、ノート写したけどなんだっけな。ああ、秀吉みたいな感じになっちゃうんだよ。だから、覚えながらまとめよう。もしまとめるんだったら。覚えながら、自分ちゃんとしっかりノート覚えながらねっていうところに持ってってください。疲れるし、時間もかかってるから、すごい勉強した気になっちゃうんだよ。言い方悪いけどね、
そう、うわ勉強した私ってすごい頑張ってるってなったのに残ってないからテストで伸びないんでね。そうするとそれをやってしまうと、あんなにやったのに伸びないじゃん、もうどうせダメじゃん私、どうせバカだし私ってなっちゃうんだよね。悪循環に落ちていくの。でそれってすごいもったいないことなので、ノートを書くっていうのは覚えながらやるの、覚えるためにやるの、自分のためにねっていうところを改めて覚えておいてほしいんです。これで言ったように学校の授業っていうのは移さなきゃいけないからさ、しょうがないんだけど、でも移すときもちょっとでも覚えながらやろうっていうところに持っていってください。授業50分、まあ、45分50分分かんないけど、1時間それ1日それ 50×6 とか受けるわけじゃん。300分だよ時間、もちろん体育とかはあるけどさ。でその時間を作業して終わるのか、それともちょっとでも覚えようとして授業を受けるのか、全然違うから、それだけでも、うん、ちょっとでもさ意味のある30、50分にした方がいいじゃん。眠いかもしんないよ、先生つまんねえかもしんないよ、何言ってか分かんないよ先生つまんねえ、分かりにくいよみたいななるかもしんないけど、でも先生がやってることの1個でも多くこの時間で吸収してやろうぜみたいな風にやった方が、どうせ受けんだったら楽しいって授業はと思うしね。でそれやっていくと、この先生ここでテスト出そうとしてるなとか分かってくるから、ちょっとその読みが当たったらもう、ね、やってやったぜって、ほら先生俺の勝ちみたいな、私の勝ちよみたいな気分になってくるから、どうせ受けなきゃいけないんだったらさ、そういう風に思った方がいいかなと俺は思ってやってたんで、授業受けてたから。うん、この春休みね、まあ、新学期、まあ、新新しい学校ね、新学先とで環境とか、まあ、変わりますから、うん、いいスタート切ってもらうためにもちょっと頭の片隅に、ね、ぜひ置いといてください。で、今週のスケジュールね話します。今週まず言うと動画投稿多分ねかなり少ないんです、今週。はい、でなんでかっていうと、今日26ですよね。明日はまだ普通に撮影できるんですけど、28がちょっとある本の取材をほぼ1日ですが、まあ、半日か正しくは受けるんですよ。で、息子たちがね、まあ、保育園に行ってる時に自分撮影仕事をするんですけど、撮影をするんですけど、その時間全部取材に使ってしまうので撮影がほぼできないんですね。でその後ろの3日間、29、30、31は前ちょっとね告知したイベントで、まあ、日本全国ちょっとみんなのところに会いに行くので撮影ができないんです。なので今週ちょっとあれってあいつ投稿してねえぞスーさんみたいななると思うんですが、お許しください。はい、であと来週からまた普通に戻りますので、それまで伝えておきたいというとこと、あと卒業記念動画ね、改めてたくさんの方にねご応募いただいてありがとうございました。あ、ご参加いただいてねありがとうございました。で今ちょこっと作り始めてるんですけど、今までの卒業記念動画と少しね形の変えたものに今年してみようと思ってて、それをするためにはですね、すごく今までより大変なんですよ作るのが。なので本当は3月中に投稿するべきだと思ってるんです。まあ卒業記念動画って言ってるからね。だから今月中はちょっと無理なので、4月の7日かな、まあ、入学式、みんなが入学するまでには、投稿できるようにします、頑張ります。で、気持ちとしてはそれを見てもらって、ちょっと長くなるんですけど、動画長くなっちゃうんですけど、見てもらって、まあ、新学年とか新しい学校だね、進学先、新しい高校、新しい中学、新しい大学、まあ新しいまだ就職先わかんないですけど、新しい環境で頑張っていこうって思ってもらえるような、動画にしようと思って今作ってますので、少し待ってもらえたらと思います。はい、ということで、今回はハイチのダラダラジオ第186回、ノートは何のために書くのっていうテーマで喋らせていただきました。今回もねちょっと長くなっちゃったんですが、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ではひとまずね、取材と、イベントね、まあ、イベントね何もアクシデントなく終わればいいんですけど、はい、そのイベントですね、実際会ってるところは動画撮りません、まあ、そうやって約束をして今回と応募させてもらってるので、ただ移動のところとかはちょこちょこっと撮影できたらなと思ってます。ただ前回のイベントの時もそれやろうとして街中というか駅とかでさ、こうビデオ持ちながら歩く、喋りながら YouTube の方やるじゃないですか。あれがクソ恥ずかしくって断念したんですよ、もう。で今年はちょっとチャレンジ頑張ろうかなと思ってるんで、まあこんな感じでしたよみたいな、こんなとこ行きましたよっていうのがね伝わる動画をポロッと、まあ、いつか投稿しようかなとも思ってるんですが、ひとまず今週ねまた自分も頑張っていきますので、今週もね一緒に頑張っていきましょう。では今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。